はい、皆様、こんにちは。今日はね、ちょっと趣向を変えてね、たまにはですね、FPS 以外のゲームも放送していきたいと思います。これは、1945ストライカーですね。1997年のゲームらしいですね。ノーマルでいってみましょう。まあね、おっさんの小吉世代のゲームですね、これはね。若い頃、こういうゲームが、結構流行っておりました。さあ、まあ、久しぶりにやったらね、まあ面白いと思いますね。一発撮りなんでね、下手くそですけど、見てやってください。小吉は子供の、子供じゃない、まあ子供か。まあ、高校生ぐらいだったら子供でしょうね。それぐらいの時にやっていたゲームでございます。今の子はやらないと思いますけれども、まあ、機会があったらね、ダウンロードしてやってみてもらったら、はい、懐かしいゲームが、もう結構ね、これ、こういうのがあるから今のゲームがあるというですね、まあこれ、こういう絵はね、ドットっていうんですかね、ドットで描いてあるね、この美しいグラフィックもね、はい、ドット職人がね、昔一生懸命、描いたんでしょうね、これね。なかなか面白いですね。はい、こう、まあ久しぶりにやったら、こう、敵の弾が速く感じるな。ボスか、速いね、展開が。だいたいこれゲーセンでワンコイン100円だった。危ない危ないな、危ない、避けろ。あー、一面ぐらいはクリアしたい。俺は一気も知らずに熱い戦い見える。こりゃーこうか、よし、なんとか。危ないです、なかなかエイムしとるやん。おうおうおう、ガバガバだな、エイムが。お前もうそんなエイムじゃ俺は通せず、上がってこい。あいつエイムしとる、あいつただバラバラしてるだけや。なかなか硬いね、死なんで。あーっと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 、ちょっと待って、おってよう避けた。今のはよう避けた、おっさんの反射神経。ありがとうございます。あれ、なんかベータが光っとるが、どうやってなんか使えるの。あー、こうこれ撃てる、先に1回いっちゃう。ベータが溜まったらなんか今みたいなやつが撃てるみたいな。なんで、ああ、これ撃ってた方がいいですよ。はい、長押しで、ボタン、長押しで、はい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 、難しい。なかなか、ボタン長押しでですね、今みたいなやつが使えるみたいらしいです。はい。ボムは別にあるみたいですね。ボムってこれですね。これ。ちょっとだけ仲間が助けてくれるボム。はい、回数制限は決まっております。下のあの爆弾のピー、ああ爆弾、この爆弾ですね。これを取ったら仲間が助けてくれるという、ちょっと助けてもらいます。はい、この間ここに寄ったら弾が飛んでこないというんですよ。そういう仕様らしいです。これこういうのをうまく使いながら、ステージをクリアしていくという感じでですね。はい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 、これは見える、まだ見える。おっさん小吉でもやめとこう、これはボム打っとこう。なんても一発撮りなんでね、いける、ワンコインでいけるところまで行ってみたいと思います。はい、ありがとうございます。あ、危ない、やっとよく避けた、よく避けた。 OK、 まだいける。ステージ2までは死なずにいけた。はい、久しぶりにやっております、一発撮りで。はい、昔のゲームのおっさんを舐めるなよ。お前らの弾なんてお見通しじゃない。はい、あ、なんでなんでなんで、今のはね、見えんかったというか、手が横のアナログコントローラーに当たって戻った。ちなみにプレイはね、アナログコントローラーではなく、十字キーで。あー、死んだな、すげえな、あと1機しかない。ありがとうございます。これでなんとかメーターを回復させて。はい、まあ下手くそなんですけれども、 OK、 いくぜ。さあ最後どこまでいけるか。あー、1アップぐらい等しいがしてくれないでしょうね。はい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 、まだこの辺は見える、まあこの辺は見える見える見えるけど見えない。もう、もう、危ないすぎる。ここのステージのボスと戦いたい、ここぐらいは引きたい。正直よし、
1だ。ボスが上がった。ああ、ボムはあと1個だ。ボムはあと1個。もうやっとけ。もうやっとけ。さあよし、もうこれで俺1戦ものはない。さあ、勝負だ。勝負だ。勝負だ。これやろう。なかなか優勝。上がってこい。いいな。なかなか。あ、変身しなかった。ダメだ。これはダメ。あ、危ない。危ない。危ない。こいつはダメ。まだまだ。あーっと。ありがとうございました。ということでですね、はい、昔のゲームもなかなか良いもんではないでしょうか。はい、将棋 TV、これからもよろしくお願いします。まあ、主戦は FPS です。